いくらなんでもこんなやり方はないでしょう。3番勝負で負けたままで終われないからっていきなりライブバトルをねじ込んでくるなんて。よっしゃ、この番組の実況がトレンド1位。いやー、あいつらの往生際が悪くてよかったわ。カナの注目度を上げるための尊い犠牲になってくれてありがとうって感じ。まさしく作詞作に溺れるといったところですね。プロデューサーと共謀して3番勝負の種目はいじれて、ヴィーナスプログラムの AI は操作できませんから。ああ、かわいそうな奴ら。せめてルール通りにやってれば、たとえ惨めに負けてもプライドだけは守れたのに。ライブバトルはまだこれからですよ。でも3人とも負けるつもりは毛頭なさそうですね。当然です。何か気になることでもありました？いや、皆さん一致団結していらっしゃるなと。縁起でもないこと言わないでください。はあ、マネージャーってばかわいそうに。仕事がきつすぎて幻影見えちゃってるよ。仕事が大変なのはあなた方のせいもあるんですが、とは言わないでおこう。あいつらに格の違いってものを見せてあげるわ。 3X 行くわよ。ここから先のことは言うまでもないだろう。スリクスはライブバトルでも圧倒的な点差で勝利。生放送特番もそのまま終幕となった。カナちゃん大勝利！いやー、もう生放送最高！海ってば最高！まだトレンド上位爆走中！明日のネットニュースも独占じゃん、これ。そうだ、 SNS にも写真上げておきなさいよ。今が一番注目されてる時間でしょ。あ、そうだった、山田さんに言われるとか屈辱。はいはい。ほら、美穂もこっち来て。営業用の写真だからね、ちゃんとやってよ。わかってるわよ。3人ともすごくはしゃいでるな。営業用でもあそこまで満面の笑顔ってのは珍しい。しゃあ、来た来た、いいね、増えまくり。ライブもいいけど、やっぱテレビに出ると違うね。番組のレギュラーは獲得できたんだから、これからは毎週出られるでしょ。でもよく考えたら、この番組最近あまり視聴率良くないって話じゃなかったっけ。そうなの？なら、カナたちがテコ入れしてやるより、潰して新しい番組を始めた方がよくない？テレビ局のプロデューサーに挨拶しておかなくてはね。
あの人じゃなくてもっと実績のある人に。あのテレビのレギュラーを取れたのはいいことですが、それはさすがに先走りすぎかと。もちろんメインの司会はカナでいいよね。レギュラーかけての3番勝負をもぎ取ったんだから。3人の中で引き分けだったのあんただけでしょ。厚かましいわね。人の顔にボールを直撃させる人に司会を任せるのはさすがにね。美穂の神器臭い顔こそ司会なんて絶対無理。ちょっと喧嘩はやめてくださいよ。ああもうさっきまで仲良くしてたじゃないですか。仲良くないってば。うわもうこんな時間。今日はこのままホテルに戻っていいんだよね。ああもう疲れた。せっかく海に来たってのに結局あんたたちの顔ばっかり見てて気分最悪。それはこっちのセリフよ。東京戻るまで自由時間には絶対私に話しかけないで。そっちこそ。二人がうるさくてすみません。まあいつものことですから。それでは例のプロデューサーによろしくお伝えください。特に来週以降のレギュラーの件について。あ、俺に一番面倒な仕事を押し付けましたね。仲がいいのは一瞬だけだったな。次の仕事でもまた喧嘩から始まるんだろうな。でもまあそれがスリクスらしいか。